はい、皆さんこんにちは。今回はハスラーに使えるスマホホルダーのご紹介をしていきます。僕のチャンネルを登録してくださっている方はあれと思ったかもしれないんですけれども、僕はビートソニックさんのですね、このスマホホルダーをですね、この納車した時にすぐつけまして、これをまあ1年近く使ってたんですよね。このスマホホルダーなんですけれども、このスマホを近づけると自動で開閉してくれるっていうすごい機能があってですね、ワイヤレス充電にも対応していてですね、しかもこの車についているこのアダプターの部分はハスラー専用の設計になっているということで、まるで純正オプション感があるという商品になっています。僕の過去の動画でもこのスマホホルダーをご紹介したんですけれども、もうめちゃくちゃ気に入ってまして、まあ、1年近くずっと使い続けていて、本当にこれ便利なスマホホルダーだなっていうふうに思ってます。で、今回動画にするのはですね、ビートソニックさんから連絡をいただきまして、この商品の後継品が新発売されるということでですね、商品の方をご提供いただきました。最初に言っておきますが、こちらの後継品、いろいろと改良されておりまして、ますますおすすめできるスマホホルダーになっています。ということで、今回はビートソニックさんのこの新しいスマホホルダーをご紹介したいと思います。まず商品の見た目がガラッと変わったんですけれども、このちょっと高級感が出てきたというか、商品自体もですね、少し一回り小さくなってますよね。次にスマホホルダーとしての機能がどのように変わったか比較していくんですけれども、アップデートされた点が大きく3つあります。まず1つ目はですね、このスマホホルダーの開閉ボタンなんですね。従来品は左側だけにボタンが1つついてたものが、今回左右の両サイドにつくようになりました。従来品はですね、この左側だけに配置されていたのは、右手でこうスマホを取る想定をしてて、この右手親指がちょうどボタンに触れるような形で配置されてたんですよね。ただこのスマホホルダーのすぐ左側にはですね、ハンドルがあるので、ちょっと取り出しにくいなっていう声は結構あったみたいです。そういった声も反映されてたのか、今回は右側にも配置されています。あとこの開閉ボタンなんですが、従来品はタッチで反応するボタンだったんですけれども、今回はプッシュ式のボタンとなっています。で、個人的にはですね、タッチ式のボタンが結構スムーズにこの操作ができたので、今回このプッシュ式になったっていうのは個人的にはちょっと操作しづらいかなっていう感じがします。もう一つはですね、この開閉の仕組みが根本的に変わっています。従来品はですね、スマホホルダーの正面に赤外線センサーがついてまして、スマホを近づけると赤外線センサーが反応して、閉まっているホルダーが開くという仕組みですね。ただこの仕組みで一つ問題点があったんですよね。このスマホをはめていない状態で運転をしていると、この右手がですね、ちょうどこのセンサーに反応する位置になっているので、運転中に開いたり閉じたりっていうのが結構繰り返されるんですよね。つまりですね、運転中はもうスマホをはめている前提というところがありました。今回の改良品はそもそも仕組みが変わってまして、赤外線センサーが廃止されて、スマホをこのホルダーに載せると反応するという仕組みになっています。しかもですね、スマホをはめていない時は基本ホルダーが開いている状態になってるんですよね。これによってスマホをスムーズにはめることができるようになってますね。最後に3つ目の改良点なんですが、スマホホルダーの動作音が静かになりました。実際に動作音を比較してみます。実際に聞くとかなり静かになっていました。気になる人は気になるので、結構こういう細かい改良は嬉しいですよね。あと細かい変更点で言うと、スマホホルダーの真ん中がこのように青く光るんですよね。日中はほとんどわかんないんですけど、夜になるとこのようにはっきりと光ってくれます。また左右の開閉ボタンも白く光ってるんですよね。こういう細かいアップデート嬉しいですね。個人的にはこういう夜に光る LED が好きなので、まあこれだけでもね、スマホを置かない理由になりますよね。インテリアとしても結構いい感じです。そして気になるワイヤレス充電の部分なんですが、充電速度は 15W と、こちらは従来品と変わりありません。唯一改良されているのが、従来品はスマホの高さを合わせないと充電がスタートしなかったんですけれども、今回の改良品はどこに置いてもスマホのワイヤレス充電がスタートするという風に改良されています。個人的には従来品の時からそこはあまり不便に感じてはなかったんですけど、こういう細かいアップデートも嬉しいですよね。ということで、今回の改良品で変わったポイントをまとめてみます。個人的にまずいいなと思ったのが、このデザインですね。この艶がかったブラックで従来品よりも高級感が出てますよね。機能面で言いますと、スマホをはめなくてもストレスフリーで運転ができるというところは個人的に気に入っています。近くのちょっとした移動だけでもスマホをはめないといけないっていうストレスから解放されたので、ここはかなり大きいですね。
あとは個人的に一つ惜しいなと思ったのは、今回ボタンを左右につけてくれたのはすごく良かったんですけど、スイッチ式になっちゃったっていうところはちょっと残念ですね。あのタッチ式だったからこそスムーズにこう開閉ができたはずなんですけど、まあ今回このプッシュ式になったということで、まあここはまあ慣れていくしかないかなというふうに思っています。とはいえですね、スマホホルダーとしてはめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思っています。今回はですね、この従来品から変わった点を中心にお伝えしてるんですけれども、そもそもこのビートソニックさんのスマホホルダーって、この車種別のこのアタッチメントがすごく便利なんですよね。ハスラー専用のアタッチメントのフィット感が半端なくて、しかも取り付けもすごい簡単なんですよね。しかもですね、今回ビートソニックさんにはスマホホルダーの部分だけを送ってもらったんですけど、このアタッチメントに互換性がありまして、ホルダーを付け替えるだけで完了しました。僕のように従来品を持っていてスマホホルダーだけ買い替えたい方は、左の BSA74 を選んでいただいて、全く新しく新規で付ける方は右の BSA25A を付けてもらうということになっています。アタッチメントの取り付けや配線の方法などは前回の動画で詳しく説明していますので、よければそちらも合わせてご覧ください。最後にですね、ハスラーに取り付けるスマホホルダーを今検討していて、こちらの動画をご覧いただいている方にお伝えします。このビートソニックのスマホホルダーなんですけど、まあ、お値段も決して安いものではないと思うんですが、個人的には金額以上の価値があると思っています。やはりですね、ハスラー専用に設計されているだけあって、純正オプション感というか、この車の中のフィット感が素晴らしいんですよね。あとこの製品の特徴として、エンジンを切ってもしばらく動作してくれるっていうところがあるんですよね。うっかりスマホをはめたままエンジンを切ってしまったっていう場合でも、何度問題もなく取り出すことができます。あと充電機能に関しては全く申し分なくてですね、スマホの 15W 充電ってめちゃくちゃ早いんですよね。ちょっとした車の移動でもすぐにスマホの充電を回復してくれます。はい、いかがだったでしょうか。今回ビートソニックさんから商品をご提供いただいてご紹介したんですけれども、忖度なしでこれ本当にいいスマホホルダーです。充電式のスマホホルダーを検討されている方はぜひ試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。